8月27日、まずですね、スティーブから教わったことをもう一つ思い出してしまった。スティーブというのは、改めて説明すると、私の高校の時の英語の先生、ネイティブの先生、高1の時に確か教わったスピーキングの授業でした。スティーブから教わったことはこれまで3つ話しましたね。ナイスには優しいという意味がある。ナイス、前置詞は to、 人に対して使う場合、彼に彼女に対して優しくしなさいっていう時は be nice to him、 be nice to her、 to を使う。これ2つ目。3つ目、アラファト議長の英語での発音、アラファトの elephant。 はい、ここまではいいですね。で、4つ目が、これ思い出したんだけど、fine という形容詞、あれは、まあ、スティーブの言い方を借りると、会話をそこで終わらせるときに使うやつだと。すごくぶっきらぼうな印象になる。それ以上話してくれるなっていう感じのニュアンスになる形容詞だっていうことをスティーブは言っていた。 How are you? と例えば聞いて Fine! って言った場合、大丈夫だからこれ以上聞くな、これ以上俺に関わるな、ほっといてくれみたいな、大丈夫ぐらいの、そういう嫌な感じのニュアンスになるということをスティーブは言ってました。だ、日本人ハンデをしたように、 How are you? I am fine。 How are you? I am fine って練習してるけど、 How are you? と聞かれた時の答え方はいろいろあると。別に良い悪いだけじゃない、グッドバッドだけじゃなくて、 Hungry でもいいし、 Thirsty でもいいし、 Sleepy でもいいんだとスティーブは言ってた。それはだ、ファインって言われるとなんかすごくこう傷つくというか、あ、話しかけちゃ悪かったなみたいな感じを受けるんだって。だからファインって、ハンをしたようにファインでファインと答えるんじゃなくて、今の状態をこうありのままに正直に言ってほしいなっていうことをスティーブは言ってた。で、これは本当かっていうのがね、本当かなっていうのがずっと疑問だったんですけど、まあ確かに、こう、海外製のゲームとかやってると、そういうニュアンスでファインっていうことはある。例えば、親がね、思春期の子供に話しかけてる時とかさ、子供としてはもうあんまり話しかけて欲しくないみたいな、場合はあるじゃない。そういう時にファインってこうぶっきらぼうに答えて、そこでもう会話を途切れさせる、終わらせるみたいな場面はよくあるが、別にファインがいつもそんな意味かというと、そんなことはないんじゃないかなという気はしてて、だ、言い方ね、言い方次第の面もあるんじゃないかなと。それは日本語でもさ、あ、大丈夫ですってこう優しく言うときとさ、大丈夫だってうるせえなぐらいの、うるせえなって言っちゃダメだね、大丈夫って言うときってあるじゃない。大丈夫はいるって意味のときと、いらんって意味のときがあるから、大丈夫はよくないな。なんか例として、でも大丈夫が一番近いんだよ、ファインって。そんなぶっきらぼうな意味になるっていうことを捉えると、まあだからスティーブの話もちょっと誇張があるなと最近は思っている次第です。だからこれは学んだことではあるんですが、あんまり鵜呑みにはしないでください、皆さん。ファインというあたりで、スティーブの話はこれ以上やめますが、もう一個あるけどね、もう一個あるけど、あ、もう二つあるな、もう二つあるんだけど、これはくだらないのでやめます。本当にくだらないから。で、今日は違う話をしようと思ってね。そう、小西くん、コメントしてくれてないから、前回の。それありがとうございます。守ってもらって。聞いてないだけかもしれないですけど。
すみませんね、本当しょうもなくて、はい。あ、でこれ一個思ったことがあって、お化け屋敷さ、これはテレビで見てての話なんだけどさ、お化け屋敷は好きですかって聞かれて、好きですって答えた人、私見たことないんだけどさ、テレビでは周りにもいないけど、お化け屋敷好きだっていう人、もう富士急に夏は毎日のように行きますみたいな人、じゃあまあ私は人間関係が非常に狭いので大したサンプル数はないんですが、いるのかなそんな人本当に。まあホラー映画でもいい、お化け屋敷じゃなくても、ホラー映画が好きでホラー映画よく見ますみたいな人、あんまり知らんのやけど、どうなんだ。あのね、お化け屋敷っていう、お化け屋敷じゃないな、ホラー映画全然怖くないですって人は見たことがある。なんか笑っちゃうんだって、なんやこれみたいな。なんかホラー映画のその典型的な展開になんかツッコミ入れたくなって笑っちゃうんだってと言っていたのは矢野先生です。矢野先生というのは誰かというと、昔々に太平の家庭教師をやってた先生です。あ、また名前を言ってしまった。弟の家庭教師をやっていた先生です、矢野先生。矢野先生言ってたね、もう日本を信用してないって。ちょっとやめよう、これ以上は。矢野先生はお化け屋敷のことは聞いてないけど、ホラー映画はもう平気と、見てても怖くない、笑っちゃうって言ってたね。私はまあホラー映画もお化け屋敷も苦手ですけど、私も進んでみようとは思わんが、でも全然平気な人はあえてホラー映画見たりお化け屋敷入ったりしないと思うんですよ。お金払ってまで何にも楽しくないだろうから、平気なら他人にマウント取れる以外の楽しさないだろうから。だからよく行く好きな人っていうのはある程度は怖いんだとは思うよ。よく行く人はある程度怖く思えないとあれ楽しくないと思うから。でめちゃくちゃ怖いって人は入らないじゃない。だからある程度なのよ、ほんとある程度。これやっぱり分からんね。ぜひ好きでよく、お化け屋敷よく行きますとか、ホラー映画よく見ますみたいな人の言い分を私は聞いてみたいです。これは純粋に興味があります。なぜホラーはエンターテインメント足りえているのかという話は前もしましたが、そこに関わってくる問題だと思いますので、ぜひ言い分を聞いてみたい。でもみんな苦手だって言うのかな。たとえ好きでよく行っているという人も、苦手だと言った方が何かメリットがあるんだろうか。誰かにお化け屋敷をおごってもらえるとかかな。そういうまんじゅう怖い的な。そんな複雑なことを考えてないだろう。お化け屋敷怖いって言っておけば、お化け屋敷にお化け屋敷をおごってもらえる。ああ眠くなってきた。よくない。いやーしかしこれでも用意してたことは全て話し切ってしまって、もうすぐ10分ですね。なんかあるかな。あ、もう一個しょうもないのがあるね。早く寝すぎるって不思議な表現だよねって、これもくだらない話ですが、早く寝すぎるって寝るのが早すぎたって意味じゃない。遅く寝すぎるって言わないよね。でも寝るのが遅すぎるとは言うけど、寝たのが遅すぎた。
で早く寝すぎるって別に自然だよね、不自然には響かないけど私には。昨日ちょっと早く寝すぎちゃってさって。だから過ぎるは本来早いにつくべきなんですよ。その早さの程度が甚だしいってことでしょ。早く寝すぎるっていう表現が言いたいのは。じゃあ寝るのが遅すぎたに合わせてさ、昨日ちょっと寝たの早すぎてさ、寝たのが早すぎるも言うけどさ、でも早く寝すぎるは言うけど遅く寝すぎるは言わんよな。遅く寝すぎるは言わないよね。言わんと思うよ。たくさん食べすぎた、たくさん食べすぎたは言うか。それ食べすぎるがそもそもたくさんって意味が入るからな。だからあんまり違和感がないんじゃない。でね、早く食べすぎた、昨日食事が早く食べすぎた、食事にかける時間が短すぎたという意味で早く食べすぎたと、まあ通じるか。早く食べすぎたは昨日ちょっと早く食べすぎちゃってさ、通じるけどあんまり日本語としてこなれてない印象を受けます、という話でした。はぁ、あ、もう15分目いっぱいやらなくてもいいからさ、今日はこんなもんでもいいよね。ちょっとあれかな、ちょっとしょうもなさすぎるかな、いいか。まあで最後にサザエさんっぽくじゃんけんでもするか、違うな、一人しりとりかな。うん、海苔、リンゴ、ごま、麻婆豆腐、ふのり、リンゴ、ごま、麻婆豆腐、ふのり。よし。じゃあ今日はこれまで。また来週。